こんにちは、まなべです。今回は、あなたの努力は足りません。こういったテーマでお話をしていきます。先日に僕はこういったツイートをしました。読み上げていくと、大半の人は挑戦しても失敗して、その理由は努力の基準の低さだと思います。厳しい意見ですが、大半の人は甘えすぎなんですよね。稼いでるブロガーにせよ、YouTuber にせよですが、皆さん恐ろしいほどに努力してますからね。普通にスポーツ選手並みだと思います。なので、ちょっと頑張っても稼げない。まあ、こういったツイートですね。で、ちょっとまあ、厳しめのツイートをしてしまったんですけど、まあ、これ、本当僕の本音です。なので今回の動画では、これから何か成果を出していきたい、個人で稼いでいきたい、あと、まあ、会社で出世したい、まあ、出世はちょっと違うか、まあ、個人で成果を出していく、お金を稼いでいくですね、まあ、こういう活動をしていきたい、まあ、もしくは引きこもっていきたいって人も当てはまると思うんですけど、こういった方向けに努力量の話ですね、これをしていこうと思います。で、多分当たり前の話なんですけど、普通に生きていると、まあ、これぐらい努力したらこれぐらい成果出るよみたいな、そういうのを勉強しないじゃないですか。で、勉強しないというか、分かんないですよね。で、昔の向こうも分かんなくて、まあ、いろいろ、まあ、ブログやっては挫折して、プログラミングやっては挫折してみたいな、YouTube は挫折しなかったんですけど、まあ、いろんなことに手出したら挫折してって繰り返してきたんですね。で、それで、まあ、今回の動画に関しては、そういった昔の僕みたいな方向けに、必要な努力量とかっていうのを分かってない方向けですね、これについてお話をしていこうと思います。で、結論から言うと、大半の方ですね、これ見てる方、まあ、これ見て多分ほぼ全員って言い切っていいかもしれないんですけど、もしかしたら一部の人はもうすでに成果出してますよね。でもこの動画見てる方は、まあ多分 99% の人はそんな成果出てないですよね。で、成果出てない方は、本当に結論努力全然足りてないですね。すごい厳しい意見で申し訳ないんですけど、多分この動画見てる方で、僕より努力してる人って多分ほぼいないと思うんですよ。僕自身、まあ最近は結構ゲームとかしちゃってるんですけど、まあただゲームしつつも普通にかなり仕事していて、でもちろんまあ休日もなかったりして、まあ休日に関する話はちょっと動画の後半にするんですけど、基本的にもうずっと働いてるわけですね。で、じゃあずっと働くに関してずっと手を動かせばいいかっていうと、別にそういうことじゃなくて、例えばなんですけど、じゃあ僕の場合朝起きるじゃないですか。で、朝起きて午前中にまず、ツイートしながら、YouTube のネタとかを考えるんですね。で、考えて、それで、ランチ食べるじゃないですか。で、ランチ食べるときも、基本、食べ過ぎとか良くないので、なるべく体にいいものとか、なんていうんですか、そういう健康とか気遣いながら食べる。まあ、ただ食べるだけじゃなくて、ランチ中にもう絶対にもう、毎日ですね、ほぼ確実、ってかもう 100% 確実に音声で必ず学習しています。で、音声で学習していない日は必ず本を読んでいます。っていう感じで、仕事している時間以外でも、絶対にその学習をしているか、本を読んでいるか、もしくは本も何も読んでいないときは、頭の中で歩きながらビジネスの構想を考えています。まあ、こういった感じで、基本的に1日って24時間あって、僕はまあ10時間ぐらい寝たりしてるんですけど、まあ8時間、9時間ぐらいか、結構寝る方なんですね。でも起きてる間14時間ぐらいか、1日毎日14時間ぐらいっていう、その稼働している僕の時間があって、でその間っていうのはずっと稼働してるんですね。でずっと稼働している、ずっとその、仕事だったり、今後のことについて考えてるんですね。でやっぱりこれぐらいやらないといけなくて、でちょっとさらに話具体的にしていこうと思うんですけど、じゃあここでこの動画見てる方向けに質問なんですけど、今ブログ頑張ってる方向けに、じゃあそのブログで成果を出したいってなった時にどれぐらい頑張ればいいかっていうと、じゃあ最低限の基準っていうのをお話すると、毎日一本渾身の記事を書くこと、これが、ブログで本当に成果を出していきたいんだったら、もう当たり前にするべきことなんですよね。言ってしまえばブログの毎日更新って世の中的に結構しんどいって言われてるじゃないですか。でしんどいんですけど、やっぱりそのしんどいぐらいやらないと、どう考えても成果出ないわけですね。で僕自身もブログの毎日更新は1000日間ぐらい続けたんですけど、正確には980日ぐらいで、最近ちょっと止まっちゃってるんですね。この YouTube 頑張ってるんで。ただ、その1000日間ぐらい更新したことによって、ブログの毎日更新始める前っていうのは、マナブログっていう、僕が運営しているブログ、月間の収益、マジで3万円ぐらいだったんですね。で、そこから、500万まで伸ばすことができて、で、それで最近は別に更新止めても、先月、2月かの、売上とかだと500万ぐらい達成していたりして、そんな感じになってるんですね。で、やっぱりその、なんていうんですか、圧倒的にやり込まないと成果出ないというか、っていうのとか、あとは例えばもう一つ別の例で言うと、プログラミングとかですね。で、これ見てる方にまた質問なんですけど、今プログラミング頑張ってる方向けの質問ですね。で、これ、プログラミングで成果出したいんだったら、例えばその今本業とか、
会社行ったりとか学校行ったりしながら、プログラミング頑張ってる方多分多いと思います。そしたら、土日って休みじゃないですか。じゃあ土日どう考えても当たり前のように毎日6時間、まあ土曜日6時間、日曜日6時間、まあこれぐらい12時間ですね。だ毎週12時間土日は必ずやる。でそれで、毎月そしたら12時間かけるのを4回ってことは、まあ約50時間ぐらいっていうのは毎月確実に勉強できるわけじゃないですか。で平日にプラス1時間ぐらいずつやってれば、まあなんか毎月多分まあ少なくとも60時間ぐらいっていうのは勉強できるじゃないですか。でやっぱりこれぐらいやらないといけないんですよね。でじゃあこの動画見てる方で毎月プログラミング60時間をちゃんとやってる人いるかって言われたら多分ほぼいないと思います。でもじゃあ Twitter とかまあそういった世の中で SNS とかを見ていると、まあ YouTube もそうなんですけど、短期間で成果出す人いるじゃないですか。じゃあその人たちどれぐらいやってるかっていうと、多分普通に毎月60時間、70時間、80時間、それぐらいやってるんですよね。っていうのがやっぱりその必要な努力量。あとまあこれから YouTube 頑張る方、今 YouTube 頑張ってる方もそうなんですけど、まあ僕の元にもよく YouTube 伸びませんっていう、まあ質問とか DM とか来たりするんですね。で、それで質問も多すぎるので、もちろん返すことできてないんですけど、まあたまにメール通したりしていて、でそれで YouTube 伸びませんみたいな、まあチャンネル見に行ったりするんですけど、たまにそうするとまあ毎日更新してる人ってもうめちゃくちゃ少ないんですね。でも考えてみたらわかるんですけど、例えばまあ僕とか、まあ、他のそのいわゆるビジネス系インフルエンサーの方って普通に毎日皆さん毎日投稿してるじゃないですか。でも言ってしまったらそういったビジネス系の方たちって別の本業が実はあったりするわけじゃないですか。例えば僕の場合で言うと、まあ、収益ベースで言うと僕の本業っていうのは教材作りだったりするんですね。でそれで毎月ちゃんと新しい教材とかも作って出したりしてるんですね。でそういうのやりながら YouTube 毎日更新するとか、まあ、例えばまこない社長とかで言うと、まあ、普通に経営者じゃないですか。経営者だけど、YouTube やってるとか、なんかそんな感じで、まあ、やっぱり成果出してる人ってもう、なんていうんですかね、普通に努力量半端ないというか、まず、この事実っていうのを気づくことはできないと、自分で、まあ、これぐらいやれば成果出るだろうみたいな、その基準でやってしまうと、ほぼ確実に失敗してしまうんですね。だから、まあ、別に失敗することは悪いことじゃなくて、やっぱりその失敗しないと、その次のステージに行けないと思うので、まあ、こんなこと言うとあれなんですけど、僕自身、まあ、この動画見てる方に、もう、どんどん失敗してほしいんですね。いろんな挑戦をして、で、いろんな失敗をしてほしくて。で、いろんな失敗、いろんな挑戦をしていくうちに、どういったメリットが得られるかっていうと、それが自己鍛錬なんですね。で、まあ、僕自身、昔の話何度か YouTube でしてるんですけど、まあ、ブログの、毎日更新、最初大学生の頃にやろうとしたんですね。当時大学3年生かな。で、それで、まあ、ブログで稼ぎたいなとか、なんか、ブログで食っていけたら幸せだろうな、みたいな、まあ、当時の大学生だったとか、そういうふうに思っていたんですね。で、当時、飲食店のアルバイトとかをしていて、飲食店のアルバイトすると、まあ、結構、なんか、まあ、手荒れたりとか、あと、まあ、髪の毛臭くなったりとか、まあ、洋服もあんまいい匂いしなかったりとか、まあ、そういうなんか、なんていうんですかね、まあ、匂い的な障害とか、まあ、体も疲労するし、なんか匂いつくしみたいな、まあ、結構嫌なこと多かったりするじゃないですか。で、そういうのが嫌だったんで、まあ、在宅で、まあ、ブログで稼ぐなんて、まあ、無理かもしれないけど、一回頑張ってみようかなみたいな、まあ、そういう気持ちで始めたんですね。で、まあ、それでもちろん、鈴風に失敗してしまって、で、その後に、まあ、失敗っていうか挫折なんですけど、その後、プログラミング勉強して、まあ、プログラミングはあんまり花が咲かずというか、まあ、芽が出ずみたいな。で、それで、まあ、3年間ぐらい経って、で、3年経って、まあ、やっと月10万とか稼げるようになったんですね。まあそんな感じで、まあそこからいろんなことに挑戦して、やっぱ一番変わったのは何かっていうと、自分のこの自己鍛錬ができたっていうところで、で、その後に、プログラミング、さらに続けてある程度稼げるようになって、そこからブログの毎日更新始めたんですね。で、その時はやっぱりその1000日間続けることができて、じゃあなんで1000日も続けることができたかっていうと、もちろん最初めちゃくちゃしんどかったんですよ。で、しんどかったんですけど、もうビジネスってこれぐらいしんどいんだっていう、まあその努力ってこんだけ大変なんだっていう、そういうのなんか自分の中で結構分かってきていたんですね。で、分かってきてたから、ブログで最初の、まあ、リアルに最初の200日間ぐらいそんな成果出なかったんですよ。まあ、もちろん200記事書いてるんで多少アクセス伸びていくんですけど、はなんかこんなもんかみたいな、しょぼうみたいな感じだったんですけど、まあ、ただそれでもやっぱりその当時の僕ってのはある程度自己鍛錬できていたので、別になんか伸びなかったとしてもへこたれない。まあ、その当時思っていたことはっていうのは、まあ、ブログ書いても下手したら翌日アクセス下がるんですよ。まあ、仕方ないんじゃないですか。ブログって
読まれないと伸びないわけなので、だからその、まあ、記事を入れていけばその分ずっと伸びるっていう、まあ、そういう世界でもないので、まあ、めちゃくちゃ頑張ってんのに、なんか先月よりアクセス減ったみたいな、そういうの当たり前に起こるんですね。で、その時にじゃあ自分をどうこう奮い立たせるかっていうと、まあ、世の中の別のものに目を向けるんですね。で、その当時僕が目を向けていたのは、ソニーっていう会社ですね。で、まあ、自分とソニーを比べるのはめちゃくちゃそのおこがましいというか、調子乗りすぎだよみたいな感じなんですけど、まあ、ただ、事実として、まあ、ソニーとかも、まあ、その他の、まあ、三菱とか、まあ、そういう、まあ、いわゆる日本の名だたる企業ですね。っていうのは、あれだけ従業員がいて、世界中にこう支店があって、それ何万人って人が働いてるわけじゃないですか。で、何万人って人が1ヶ月圧倒的に労働しても、超みんな頑張ってるわけですよね。毎日8時間とか。まあ、ちょっとサボってる人いるかもしれないですけど、結構頑張ってますよね。で、頑張ってんのに、なのにみんなこう業績落としてるじゃないですか。で、その事実に目を向けた時に、自分のブログが1ヶ月頑張って伸びなかったっていうのをこう比べた時に、まあ、どう考えても当たり前ですよね。ソニーがこんな沈んでいってる時代に、自分が毎日更新したから伸びるなんて、まあ、そんな甘ったれたことは言っちゃいけないわけですね。まあ、こういった感じで、まあ、他の事象とかに目を向けたりすると、結構自分を奮い立たせることができるみたいな。まあ、こういうのもできたりします。まあ、なので話戻していくと、この動画を見てる方にちょっと悲しいお知らせなんですけど、あなたの努力が完全に足りていないですね。で、もっとやらないといけない。もっとその挑戦して、もっと挫折しないといけない。で、挫折することによって自分のプライドとかも砕かれていって、そうすると、徐々にその心が柔らかくなるというか、まあ、小さい子供ってすごい学習速度早かったりするじゃないですか。で、やっぱりそのプログラミングとかブログに関しては若い人の方が吸収早かったりするんですよ。で、それ何かっていうと、やっぱりその心がスポンジというか、脳みそがスポンジというか、まあ、こういろいろ吸収できるわけですね。でも徐々に大人になってくると、スポンジってこう使い古していくと徐々にこう固まっていっちゃうというか、硬くなっていっちゃうじゃないですか。そうすると水とか吸わなくなりますよね。で、それが良くなくて、その固まってしまう原因っていうのが、まあ、プライドだったりするわけですね。じゃあプライドをこう そぎ落とすにはどうするかっていうと、もう毎日ひたすらこうスポンジを使い続けるみたいな、毎日こう鍋とかをこうきれいにこすり続けると、スポンジがどんどん使い古されていって、で、カチカチになっていた古いスポンジだったものが、まあ、気づいたらこう柔らかくなっていったりするじゃないですか。まあ、傷はついたりするかもしれないんですけど、柔らかくなる。まあ、これと一緒だと思うんですね。まあ、なので、まあ、スポンジを柔らかくしていく。まあ、なんか変な話に進んでいっちゃってるんですけど、まあ、そんな感じですね。まあ、要するに努力をもっとしましょうっていう感じです。っていうのが、動画の前半で、後半に関してはちょっと休日に関する話をしていこうと思っていて、動画の前半で僕はもう休みありませんって話したじゃないですか。で、これリアルにそうなんですけど、僕のツイッターをフォローしていただいたら完全にわかると思います。もう毎日ほぼ同じ時間に起きて、で、同じ時間から作業を始めて、同じ時間に寝る。それを365日ずっと続けてるんですね。で、じゃあたまに休みあるかって言われたら、本当にごく稀に、多分1年に5日間ぐらいは休んでるかもしれないです。でも休みって言っても、前回の休みっていうのは、タイの、サメット島っていう島に行ったんですけど、まあ、その時なんで休みにしたかっていうと、日本からその、この YouTube の編集をお願いしている、まあ、カフ太郎さんっていう、まあ、編集長みたいな方ですね、が、まあ、遊びに来てたんですね。遊びに来てたら、そしたらまあ、なんていうんですか、一日ぐらい、まあ、なんか時間空けて、それで、まあ、ちょっと海とか一緒に行くみたいな、まあ、そういうのありじゃないですか。だから、そういう感じで、自分主体で休みを作るんじゃなくて、あくまで、そのお客さんとか、そういった、その、なんていうんですか、まあ、一緒に時間を過ごしたい人が来たから、それに合わせて休むっていう、まあ、そういうやり方をしています。で、なんで僕がこんな感じで休みなく働いてるかっていうと、まあ、そもそも、ほとんどの人って洗脳されていて、まあ、洗脳って言ってもあんま言葉良くないかもしれないんですけど、休日って休むものとか、人生に休日あるべきみたいな、まあ、そういうふうに考えてるじゃないですか。で、これが結構固定観念だったりして、休日ってそもそもいらないんですよね。なんでいらないかっていうと、別に夜皆さん休日じゃないですか。夜休めばいいじゃないですか。で、僕の場合だと普通に1日の労働時間で言うと僕6時間ぐらいなんですね。で、昔からそれぐらいしてるんですけど、やっぱりその集中して仕事するってなった時に6時間ぐらい限界だと思っていて、で、朝起きて、で、それで、まあ、大体いつも18時ぐらいの仕事を終えてますね。で、そこから、まあ、ゲームしたりとか、まあ、ちょっと、考え事とか読書とかしてるんですけど、まあ、そんな感じで6時間働く。それで、夜は、まあ、8時間ぐらいしっかり寝る。で、それで、もう、そしたらもう、回復するじゃないですか。だから、大半の人って別に休みいらなくて、別に夜寝たら回復するので、まあ、それで OK っていう感じです。
で、あとここが最大のポイントなんですけど、土日休むことの最大のデメリットっていうのがあって、それ何かっていうと、作業が習慣化しないんですよね。例えば、僕の場合だと、ブログ1000日間毎日更新しましたっていうと、すごいって言われたりするんですね。で、それで、自分でもちょっと自分のことすごいなとかたまに思ったりもするんですけど、ただじゃあなんで継続できたかっていうと、もう完全に習慣化されていたんですよ。で、どれぐらい習慣化されたかっていうと、ここまで言うとちょっとこれ聞いてる方は驚くかもしれないんですけど、僕は今年になってから2020年からブログの毎日更新やめたんですね。で、それは YouTube にコミットするためです。だから YouTube に今コミットしていて、で、いきなりやめるわけじゃないですか。それまで1000日間毎日ブログ、朝起きたら絶対にブログを書くっていう生活を1000日続けたんですね。で、それでいきなりやめるとどうなるかっていうと、僕は朝起きるときに今日の積み上げっていうハッシュタグでツイートをするんですね。今日の作業内容っていうのを自分で毎日ツイートしてるんですけど、で、シャープを押した後に今日の積み上げってこうタイピングするじゃないですか。で、エンターを押して、その後にこうコロンをつけて、それで仕事箇条書きしていくんですけど、もう手が勝手に動くんですよ。ブログ1本生産みたいな感じで、今日の作業内容でもうブログ毎日更新やめたっていう風に自分の脳みそに言い聞かせてるのに、もう手が勝手にブログ一本生産みたいな、もう自動で動いちゃうみたいな、それぐらいもう習慣化されていたんですね。だから、よく僕この例え使うんですけど、僕の中でもブログ書くってことは歯磨きと一緒なんですね。だから朝起きて、歯磨きせずに、例えばどっか出かけたりしたら、なんか気持ち悪いじゃないですか。早く歯磨きしたいな、みたいな。それぐらい習慣化できたから続いた。やめた後も勝手に手が動くぐらい習慣化されていったっていう感じですね。で、これを作る秘訣何かっていうと、もちろんそのいろんな方法はあるんですけど、そのうちの一つの重要なこととして土日とか関係なしにずっと続けること。だから土日休みっていう風にしちゃうと、そうすると習慣ってできないじゃないですか。5日間経って5日間毎日更新したとしても、土日休んじゃったらその瞬間習慣がこうそこでなくなりますよね。これが良くないことです。なのでこれ見てる方にもおすすめなんですけど、それはこちらですね。基本的な働き方、毎日6時間ぐらい働く、夜は8時間ぐらい寝る、土日とか関係なく働く。で、これやると、疲れっていうのが最小化されて、で、成果っていうのが最大化されていきます。これが、僕の働き方です。なので、今回皆さんにお伝えしたいことっていうのは、休日っていう概念ですね。これって、国とかが勝手に決めてることじゃないですか、祝日とかも。そういうのは別に従う必要なくて、言ってしまうと僕、バンコクに住んでるんですけど、バンコクのその時間にすら従ってないんですね。僕、日本時間で生活してるんですけど、そうするとバンコクが、僕いつもだいたい10時から仕事スタートするんですね。日本時間の10時ですね。でもバンコク時間で言うと朝の8時とかなんですね。で、それぐらいから仕事スタートするとカフェとかガラガラだし、あと僕ランチ食べに行ってももうレストラン全部ガラガラなんですよ。なんでかっていうと2時間前行動しているからですね。っていう感じで、その国の時間に従うとか、あとその国の曜日に従うとか、この日は休みとかっていう、そういう国とかなんか謎に決めたルールって完全に従わないようにすると、人生で実は成果につながったりするっていう、こういったことをお伝えしたいなと思いました。はい、というわけで、今回の動画はあなたの努力が足りませんというテーマで話していきました。で、ちょっともう一回だけ動画のまとめをすると、まず大半の人では努力足りていないですね。だからもう一日も休まずに仕事をした方がいいですし、やっぱり成果出してる人っていうのは本当スポーツ選手並みにやっているので、まずそれぐらいまで目指すべき。ただいきなり目指すのは大変なので、いろんなことを挑戦して失敗して挑戦して失敗して、で、徐々にその、ちょっと言葉悪いんですけど、老害化していくと、スポンジってのは硬くなっちゃう状態なんですね。で、スポンジ硬くなると、あんまその洗えなくなったりするじゃないですか。でも、そのスポンジっていうのをこう毎日毎日洗うことによって、徐々にこの硬くなったスポンジっていうのが、少し欠けちゃったりはするんですけど、柔らかくなって、で、柔らかくなると徐々に吸収しやすくなるっていう感じで、その脳みそはスポンジと一緒なので、徐々にその柔らかい状態を目指していきましょうっていう。これが、お伝えしたかったことと、あとは祝日も休まずに、休日も休まずに毎日作業しましょうっていうことですね。はい、というわけで、今回のこれぐらいにしようと思います。で、今回はちょっと働き方に関する話をしたんですけど、こういった内容、多分ストイックに聞こえるかもしれないんですけど、いわゆるそのストイックに感じてしまうっていう、その感じ方自体も実は固定観念だったりするんですね。だから、別に休日っていらないよねとか、普通に毎日めちゃくちゃ努力すべきだよねっていう、これを当たり前として思い込んでしまうと、そうするともうどう考えてももう自然と成果の出る体質っていうのは作れると思うので、そのあたりっていうのも、僕のチャンネルで伝えていこうと思っています。で、基本的に聞き流し、イヤホンとかつけていただいて、通学中、通勤中、あとご飯食べてる間とか、っていうのを聞いていただけたら、かなり効率的に知識アップデートできると思うので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと、動画閉じる前に、いいねボタンを押してもらえると、僕の撮影のモチベーションが上がるので、ぜひお願いします。というわけで以上となります。さよなら。